長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいつも本気論チャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございますいやーはー疲れたあー疲れましたはいすでに気泡の通りですね本日はこちら大阪クロス線におきまして維新が圧勝したという話を今回そしてもう一回 えー、2回連続でお届けしたいというふうに思うんですが大阪の皆様方、えー、本当に多くのご支援ありがとうございました内野大将松井一郎さんとそして新知事になります吉村博文さんこの2人がですね、えー、まあ寛賞ということになりました、えー、市議選・府議選の方の話はまた次回においとくとしましてこの2人の話をしようと思うんですがまあもともとですね あの我々日本維新の会でありその地域政党である大阪維新の会の1丁目一番地は大阪都構想なわけですよね。その大阪都構想をなんとかやりたいと言ってどういうふうにやろうかとなった時に、えー、府議会、市議会ともに過半数を持っていなかった大阪維新の会は公明党さんに大阪の公明党さんに協力を仰いだんですよね。でそれでももサインをしててらって 住民投票まではやらせてくださいその代わり公明党の地盤である4つの大阪の選挙区には候補者立てないどころか兵庫県の2つの選挙区にも候補者立てないようにしますから1つよろしくお願いしますということでサインをしたわけですね。ところがそのサインをしたにもかかわらずですね、まあ、大阪の公明党さんが「ああだこうだああだこうだ」だうだ言いながら、まあ、簡単に言うと国政維新 の勢いが弱かったので支持率1%くらいありませんからなめられちゃったんですよねで約束を保護にされそうになったまあそこで松井一郎さんと吉村博文さんが怒ってですね分かった約束守らねえとこのサインまでした約束を守らないというんであればじゃあ一度民意を問おうと大阪の市民不民の言うことを聞いてみようじゃないかってバーンとこう選挙に打って出たわけですよね まあ、いわゆる、うん、国政でいうところの解散・総選挙に近いようなことが大阪で行われたと思ってください。ただ、ですね、えー、選挙を1回1回やるのにお金は結構かかりますからそのお金を無駄にするわけにはいかないので今回の統一地方選と合わせることによって15億円ほど浮くので15億というのは小さい数字じゃないですからじゃあそれで合わせましょうよということでですね大阪の皆さん大変でしたよ大阪府議選。 大阪市議選大阪府知事選大阪市長選という4つの選挙をですね。同時にやるっていうなかなかのあのあの大騒ぎな状態になったわけなんですけれどもね。あのその結果なんですけれども。まあ、大阪維新の会が大変な圧勝を収めたということです。まあ,あのすでに報じられている通りなんですけれどもね。こちらは朝日新聞の出口調査の図面を使わせていただいたんですが、そもそも大阪市？ なんですけど、維新の支持者がご覧のように44%いることがわかります。その半数近くいる44%の維新の支持者の97%が松井さんに入れてるわけですね。そりゃ勝つよっていう話です。そして21、21%いた自民党支持者、この21%の自民党支持者のうちの3人に2人しか自民系候補者である柳本明さんには入れず、 3人に1人は松井一郎さんに入れたっていうですね、まあ、それは強いわけですよね、でその無党派層残りの無党派層はもう 50−50 ですから圧勝という、まあ、そういう形になりました、これでね、えー、府議会は過半数取れました、府議会過半数取れたんで法廷協にこれからも突き進んでいくことになります。 その後両議会での過半数を狙っての、まあ,あの、せめぎ合いということになるんですけれど、大阪府議会で通りますから、もう大阪市議会もですね、過半数ギリギリ取れてないですけど、あと2議席なんですよ。今、40議席取れてるんですけど、42議席でもう過半数いっちゃうんですね。あと2議席って、正直、正直、大阪自民の中でも大阪都構想に対して好印象の人っているし、あと無所属の人も、あの大阪都構想に対して好印象の人っているし。 2議席は、ね、正直、もうなんとでもなります、なんとでもなりますあの、これは大阪維新の勝利です。はい、で、き、え、ょ、ー、はもう一つね、えー、お届けしたいなと思っている話が、この人の話ですね、はい、吉村博文さんですね、えー、新しい大阪府知事になりますが、僕、同い年なんです、同い年でですね、うん身長も実は一緒なんですよ、同じ178センチで。 でえー、子どもの数も同じ3人ということでね、うん、とかっこいいですよねこの吉村博文さんなんですが、えー、歴史にに名を残すす大阪府知事になる可能性があります、はい、これはもう言っておきます。と言いますのも4年前に大阪のダブル戦、まあ正確には3年半前ですけどダブル戦があった時に吉村博文さんってもともとあの段階で衆議院議員だったんですよ。 衆議院議員やってて、まあ、候補者がいなくて。というのも、松井さんは知事で勝てるだろうけど、大阪市長選に柳本明さんっていう、今回と同じ候補者が立ったんですね。柳本明さんは、大阪都構想の5.17の住民投票で橋本徹を打ち破った、まさに、反維新の象徴のような男だったわけです。知名度抜群、人気むちゃくちゃある、勝てるわけない。みんな断ってる中 吉村徹文さんは松井さんから「へんかっていうふうに誘われたときに出ますってすぐに答えたんですよね。でねあのー、そのそ大阪の3年半前のダブル戦の時僕はテレビ大阪という大阪のテレビ局で夕方のニュースをやってましたんでね橋本徹さんに出てもらったんですそのクロス戦のよと1週間ぐらい前かなに出てもらったんですけどその時ね橋本さんもはっきり言ってました。はいあの 吉村さんってね「天才じゃないかな」って言うんですよ。いや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 またまたみたいな橋本さんみたいなあの橋本さん早めに来てお2人でおかしく言いながらくっちゃべてたんですけど「またまたそうやってもリップサービスをいつもありがとうございます」つって言ってたんですけどそし橋本さんがね真面目な顔で「僕と確かに全くタイプ違うんだけどすごい調整するんだよね」って言ってたんですよ。面白いなと思って で吉村さんは最終的にあの名演説と言われた難波高島屋の駅前で「僕は橋本徹を超えていく!」っていうかの有名な演説をかまし柳本さんに圧勝その後大阪市長になってあの橋本徹ですら叶わなかった大阪地下鉄民営化を成し遂げていくんですねさらに全国の皆さんあまり知らないですけど5歳児だけでなく4歳児まで教育費無償化にしていく。 すすごいんですよねこの人思ってるよりこれから、まあ、おそらく IR の候補予定地に今年の11月に大阪選ばれますしこれから大阪はどんどん経済発展していくんですがその旗振り役としてこの吉村博文さんすごい知事になるんじゃないかななんていうふうにね僕はちょっと思ってるんですけど皆さんどうお感じになってるでしょうか、まあ、ともかく大阪維新圧勝。 本当大阪の皆さんどうもありがとうございました。長谷川豊の本気論本音論チャンネル私、長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。